このようにして全体を少し色をつけながら光を全体に表現をして、はい、これで一応点形の状態の中で無駄なところをちょっと消したいと思います。はい、このようにして塗り絵の感じで仕上げてみました。はい、いかがでしょうか。完成しましたら一回レイヤーを見てみますと、レイヤーは1、2、3、4、5、6、7、7枚と、そして取り込んだ画像で画像のレイヤーで8枚ということで、このように仕上がります。だから有効にレイヤーと消しゴムを使って素早く、そして描くことができます。塗り絵風に描くことができます。それでは保存しておきます。保存しましたら、続いて画像にしてさらに保存します。右上のボタンをタップして静止画フォトライブラに保存しておきます。そして最後に立ち上げていただいて、印刷をかけます。プリントで印刷したら出来上がります。